今まで隠してたことを話します。 RWS ドリブル塾の子供たちがなぜこんなに成長するのか。はい、こんにちは、RWS ドリブル塾代表の森川です。今回はね、真剣に僕の方が、まあ5分とかそのぐらいで、お話をしてきたと思います。まあサムネイルにもある通り、今まで隠してたことを話したいなというふうに思います。何を隠したか。 RWS ドリブル塾のスクール生めちゃくちゃ上手くなってるんですよ。本当にもうこれ紛れもない現実です。で、例えばじゃあ RWS ドリブル塾に来て、今、まあ、3年生4年生とかで SNS とか、まあ、強いチーム入って活躍してるかし、本当に僕ら一番最初知ってます。本当にリフティング5回もう10回もできない、ドリブルもうまくできない、そんな子たちが今そのチームに行って活躍している、その理由を僕の方はお話ししていきたいなというふうに思います。これ結論何かっていうと、僕たち子供たちに対して練習メニューだけを教えてるわけじゃないんですよ。僕が実際に見たリアルをお話しすると、結構あるのが、じゃあドリブル練習カラーコーンなるだとして、ダブルタッチでやらせてるだけなんですよ、ほとんどの人で。ポーチョ君見てる、でもうこの足もできる人はいいんですよね、できてるから。でもできない子は一生できない子なんですよ、その練習を。でも RWS ドリブル塾何が違うか。じゃあこの親指小指の1、2、3、ここまで1、2、3、これあるじゃないですか。じゃあこれを25人がスクールでやってます。やってる時に今こう見るわけですよ。あ、レオ今さ、レオ今触る足が前に、だって触んない方の足を前に出して、親指ゆっくり触るから、はい、これ行こう、はい、行こう、やってごらんっていう、今こんな感じです。要は今レオ君こうと、そうなんですよ。だから RWS のコーチは、まあ、RWS のスクール見てもらったら分かると思うんですけど、常に声出してるじゃないですか。もう常に声出さないと間に合わないんですよ。練習メニューでうまくはならない、絶対に。その練習メニューを実際にお子さんがやって、そこでどんなアドバイスをもらえるかね。じゃあよくあるのが、じゃあこのダブルタッチ小指、この動作ありますよね。悪いでいきます。これでずっとやってても上手くならないですよ。でも正直サッカーやってなかったら分かんないじゃないですか、何がいいのか何が悪いのか。今何が悪いかというと、ボール触った瞬間に触った足をここについちゃうんですよ。そうすると右足入んないですよね、だから腰曲がっちゃって窮屈になっちゃう。でも上手い選手は触った後に半歩ずらせるんですよ、足を触った後にずらす。でこれを僕らはスクール中に実際に見て、今触った後足ここについてるから、触ったら足つかないで一歩ずらしてもらうっていうアドバイスができるんです。これがあるかないかで全然変わります。だからドリブル塾の練習で真似しようって言って、じゃあ形は真似しても、このアドバイスをできるかどうかがめっちゃ大事です。でこれは僕が7年間 RWS ドリブル塾を作ってやってくる中で、あ、こういう風にアドバイスした方がいいな、こういう風にやったらこの成長するんだっていうのを、研究とのはあんま好きじゃないけど、自分で肌で感じてやってきたものです。だから最初リフティングが3回しかできなかろうが5回しかできない、もうドリブルもバーンとボール蹴って走るだけの子たちが1年2年経つとめっちゃ変わるっていうのは、練習メニューにももちろん意味があるけども、その練習メニューに対して何がもっと修正した方がいいかっていうアドバイスがあるかないかね。コーチが、はい1番とかね、はいこれやってって言って、はいひたすらやってもこれ上手くならないんですよ。この練習に対して何ができてるか何ができてないかっていうアドバイスがあるかないか、これが今まで RWS ドリブル塾で僕はあんまり言ってきてなかったことですね。まあノーカット配信とかたまにね流れてると思うんですけども、多分そこまで多分皆さん見てないと思うので、そこに僕は RWS ドリブル塾のリアルがあると思います。なので実際ね、本当にもうどんな感じで実際やってるのっていうのが気になる方は、ぜひ無料体験お越しいただければいいなというふうに思います。ぜひこの動画いろんな人に見てもらえると嬉しいなというふうに思います。今回もご視聴ありがとうございました。